ということで、次の日でですね。いやー、始まりましたね、次の日。こんにちは、雲仙と言います。とりあえず挨拶はしていきましょうか。いやー、どんなイベントがあるんだろう。フォーマーセ？なんだろう、プラスプラスプラスってなんだろう。壁にしてたのがあんまり見なかったか。まあ、とりあえず一日を始めていきましょうか。ピンクのハートのダイヤログを見たら、自分が本当に言いたいことは何なのかよく考えてみてください。どういうこと？告白イベントってことかな？お、イベントだね。あの、散髪屋さんの中、特別なお届け物です。お、サンプルの新聞を配達していました。へえ。読んで気に入ったなら市役所近くのニューススタンドを購読してください。そうすれば毎号手紙で届きますよ。へえ。ねえ、そういえば新しい場所に引っ越してくるのは大変だったでしょ。この町のことなら庭当然なので案内しますよ。私はガイドとしては一応でしょう。サンドロックのことなら何でも知ってます。へえ、まあいいでしょう。行きましょうか。イベントは積極的にね。いや、ジャスミン社公式サンドロックツアーの始まりです。最初の訪問先はワンダリングバイヤクルメリ牧場です。お、ついていけばいいのかな。いろいろイベントがありそうだけ早い。話しかけようと思ったけど話しかけられなかったな。お、牧場ここは？ほら、こっちこっちと。クーパーさんとマーベルさん、エルシーの家を見てください。大きな牧場を持っていて、みんなのためにミルクを絞ってるんです。他にもいろいろあるかもしれませんね。うん、あ、ヤクメルがいる。たまにアイスがしてくれるんだよ。でもモーモーって聞こえるんだよね。この子かな。かわいい声だね。ここでは動物の世話する道具を売ってると思います。役に立つかもしれませんね。ほうほう、いいね。次に泊まるまでは、泊まるまでは手や足を乗り出さないでね。イメージですけど、どういう意味？スクラップを拾うのはまた今度だね。お、集会をやってるのか。早い。体力が、いろいろ。お、マートルのオアシスです。マートル様、サンドロックの初代町長で、ずっとこの前にオアシスを見つけた人なんです。私たちが飲む水の水源はここなので、入らないでくださいね。真ん中には、もちろんピーチさんの像があります。いつか私もピーチのようにかっこいいものを発明したいですね。あれ？ピーチさん、この人は。あ、これね、給水とは水を保管しているところです。バージェスさんが管理してますので、お金を出せば少しはもらえる。へえ、なるほど。そういえばマルチダ会長が教えた町の標準語知ってますか？あ、標語か。砂漠に負け、水を大切にか。大成果、しっかり復習していたんですね。よくできました。のシールをあげたいんですけど持ってないですね。お、ここに男性が一人いるね。後で会いたいね。水を大切に、これが町の標語です。もし水が足りなくなったら、どこかに引っ越さなきゃいけないから、だから標語をたくさん口に出してみんなに覚えてもらおうと思ってます。賢い子だね。これでマートルのオアシスの説明終わりです。次の訪問、そっちは市役所。市役所は昨日行ったしね。お、クリーンアップ、なんだろう、紙ボロ布。よし、昨日来たとこですね。保安庁もいるのかな。とっても大きいでしょう。大人の人たちがよくこの道建物でたくさん話をしてるんです。うん、ママは砂漠に行かないと
トキはここで働いています。アイジャバーさんも隣で働いています。橋を架けたり家を改築したりしています。ねえ、それってあなたと同じことじゃないですか。何が違うの？大工さんかな。そういえば駅からサンドロックのメインストリートなんですよ。ああ、そこのルートのことだね。アルビのお店、ビビおばあちゃんの洋服屋さん、オーウェンさんの酒場、それからパブロさんの理髪店。そう、全部この通りにあるので、時間があるときはぜひここで買い物をしてみてください。おお、なるほどね。ツアー順調、真ん中ぐらいから微妙にこれ回ってるわ。蛇行運転しすぎですよ。お、なんかある。ちょっとゲットしてみます。リサイクル品、トパーズ、いいもんだね。あれ、どこ行った？ああ、ここか。なんとかなった。あ、光の教会か。あ、そういえば前作にもあったね。あの、スクラップを納品すると、なんかディスコを納品すると、なんか相手のものがもらえたりしたところだね。私たちはほとんどみんな毎日日曜日ここに集まって歌を歌ったり、マルチタさんが悪いことをしないように言ってくれるのを聞いたりしますね。私のお気に入りの歌はピーチの歌です。今度来てみてくださいね。おう、そしてツアーの最後の目的地です。右の道を進むと研究所とゴールデングースがあります。これで終了です。ここはかなり広いので暇な時に見て回ってください。以上でジャスミン株式会社の特別。今日はいっぱい歩きましたね。では新しい家になったこの街の感想をお願いします。まあとってもいいねかな。私もそう思います。この場所があまり好きじゃない人も多いんですが、あなたは気に入ったんですね。私たち良い友達になれると思いますよ。とにかく私はカトリおばさんのゲームセンターに行かなくちゃ。仕事のためです。時間あれば一緒に行きましょう。ゲームセンターがあるの。お、レベルアップしたんだ。ライアン、インタラクト、会話、ダビンの音。そういう夫婦か。確認？ま、とりあえずは、まあでも研究所にも行きたいね。前みたいなディスクシステムとかないか気になるしね。キーウラのトカゲの変異種で厄介な集団。お、地形団の人ですか？Hey, I'm unsure.ああ、ミンペイ団の一員です。町にはローガン級、犯罪者や攻撃者ディープスなどの危険でいっぱい、気をつけてくださいね。とりあえず会話しておこうか。See you. あ、これか、研究所って。あ、宿舎？研究所って右って言ってたよね。こっち側じゃないの。ロードが止まるかと思った。研究所？あれかな？あれじゃなさそうな気がする。地図で見て。ゲームセンターは、なんか、マークついてるね。どこだ？あれではなさそう。行ったらいいのかな。研究所、あ、もしかしてこれか。それっぽい感じだね。おう、ここ入ればイベント起きるかな。研究所セーブ。まあ普通のことが書いてある。いや、ディボーンさん、チーフォンさんか。新しいビデオはなぜ私に知らされてないんだな。データデスクか。説明してやろう。
なんか話飛んでない？データディスクが、ポリカーボーネと何層にも重ねた記憶媒体。まあ、それはわかるわ。技術的にはここの異物、新しいマシンの設計図を作成すれば、組み立てステーションで組み立てることができる。まあ、いろいろあるけど、データディスクを持ってきてくれば、新しい断面図をくれるってことか。確認？まあ、とりあえずイベントやっていきましょうか。終了？ああ、表と裏っていうのがあるのかな。なんだあれは。オープンチェスト。武器も、もらったね。運が良かったと言っておこう。まあ、いろんな人がいるね。ここで、こうやって、さ、おお、鍛冶屋の人か。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは、DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければ、チャンネル登録、高評価も押していただけると、動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。